これもアザルに描いてみて。いい、好きなのあるかなと思って。はい。にゃんにゃん。にゃんさ。はい。ありがとう。やっほー。今日で22歳になりました。イエーイ、お誕生日です。今日ももにゃんにゃん祭ももにゃんにゃん祭になりましたね。ありがとう、いっぱいタワーね送ってくれて、ありがとうね。ふうふう、じゃあクマパフェタワーありがとうスルーズギャルミルクマパフェタワーありがとうありがとう、すごいすごい、ありがとうね。スカイタワーありがとう。あ、カズ決まったよね。タワーありがとう。アドーブありがとう。決まったね。いっぱい取れて嬉しかったよ。ありがとうね。W ケーキ、ケーキタワーありがとう。ナオタンケーキありがとう。ライト、あ、ありがとう。ハートの、何これ、なんかキャンディーみたいな、かわいいの、ありがとうね。 SSH タワーありがとう、ありがとうね。今日ね、今日はちょっとタワーのお礼を、いつもならこの場で書いてるんですけど、今日はちょっとちゃんと一人一人お礼したいので、次回の配信でお礼させてください。ありがとうね。神くんタワーありがとう、ありがとう、嬉しいよ。ゆっぴーケーキありがとう。パンダちゃんタワーありがとう。たっくん、あ、ハッピーバンありがとう。あ、ますみー、ますみケーキありがとう。ももはちタワーありがとう、ケーキタワーだ、ありがとう。あ、W いっぱい送ってくれてありがとうね、ありがとう。あ、結婚してか、うーん、結婚はバッチョありがとう。スカイケーキありがとう。ライト、あ、プレゼントだ、プレゼントありがとう。野菜さん、松本じゃん、ありがとう、ありがとうね。すごい、みんないっぱい送ってくれてありがとう。今日で22歳になりましたありがとうございます。なんか去年とかは朝にポストしてたんですけど、今回はちょっと0時に上げてみたんですよ。そう、そしたら夜中ちょっと夜更かししちゃっててみんなからのなんかおめでとうポストとかいっぱい見てたんですよ。あれ待って、電波悪い、あれ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 、あ、見えてるか。そう、見てたらもう結構すぐなんか何3桁200件とかコメントね、いっぱい来てて、え、今もうさ、すごいよね。今何件ぐらいだろう、今は、今800件だ、すごい、嬉しい、ありがとうね。もうみんなからさね、いつもね支えてくれるファンのみんなとか、あとメンバーからも、あ、すごい豪華豪華、メンバーからもおめでとうってね、たくさんね、あ、家族もお祝いしてくれたし、みんなからたくさんお祝いしてもらって、すごく幸せな一日になりました、ありがとう。いつもはさ、なんかこの日お仕事、自分の誕生日の日にお仕事ある日さ少ないんだけど、で今回はねツーショット撮影会があって、で、あの会いに来てくださった方ありがとう。会えなかったけどね、ポリス番組さんもありがとうねあと、なんだっけ、私と撮りたいと思って応募して外れちゃった方もね、ありがとうだよ。多分全枠完売ということで嬉しいです、ありがとう。嬉しい、当日にさ、自分のお誕生日当日にみんなに会えて、しかもすごいさ、おめでとうって、もう多分
ね、全員もう一緒に通所取った人みんなにおめでとうって言ってもらえた気がする今日世界一ハッピーな人ハッピーな人だったよ。嬉しい、ありがとうね。待って、ヨーイスヨーイスとーありがとう、ヨーイスありがとう、ライトライトありがとうだわー、ありがとうありがとう。あ、金は、え、かわいい、ワンワンのタワーだ、ワンワンタワーありがとう。ユウセンセン、ユウセンセン、ケーキありがとう。あ、山崎さんありがとう、ありがとうわー、ありがとう。あ、ボンキッチンいっぱい送ってくれてありがとうね。剥がれちゃいましたこれさ、いつも白壁なんだけどね、いつも白壁なんですけど、今日はちょっとお誕生日だからいつもと違う背景にしようと思ってピンクの背景にしたんですけど剥がれてしまいました。今恥ずかしい、ちょっと待って、ちょっと一回修復します。もうこれさ5分前とかに、あ、背景ピンクにしなきゃと思ってやったからさ、あれなんですよ。ここら辺かな、ここ難しいね、ちょっと待ってね、助けて助けて、やばい、裏側すぎる、裏側すぎる恥ずかしい恥ずかしい、持つかな、なんとか終わるまで持ってほしいな、やばいやばい、恥ずかしい恥ずかしい、裏側、まあまあまあ、これでこれで大丈夫でしょう、よいしょオッケーオッケーオッケー、まあ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 、これでなんとか持つことを願ってねえ、ありがとう、本当にありがとうね、みんな。レイジさ、ぴったりにさ、なんだっけ、みんなおめでとうっていっぱいポストしてくれてね、ありがとう。みんなからのポスト見たよめっちゃ嬉しかった、ありがとうね。ティアナのリボン、え、でしょ、え、これね、生誕の今日の22歳になりましたっていう朝じゃない、朝のポストでもこの服、この服で、あとさっき出た生誕祭限定グッズのお洋服です今回ね、なんかあんま分からないかもしれないんですけど、なんかヒョウ柄なの、ヒョウ柄選んでみました、ピンクの、可愛くない、でもどう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 ね、ありがとう、すごい、もうお誕生日おめでとうっていう言葉で溢れ返ってるね、幸せ幸せ、ありがとう。今日ずっとさテンションさおかしかった気がする、ね、撮影会の時とかにすごいみんながおめでとうっていっぱい言ってくれるから、ありがとうってなんかずっと飛び跳ねてた気がする、すごいテンションおかしかったかもしれないありがとうね、松田くん、ハピバッセー、ありがとう。アポロさん、あ、こっちも暴れちゃった、アポロさん結婚はパッチョありがとう。キヨタタワー、ありがとう。ちょっと待って、気になる気になる、また暴れちゃった、ありがとう。お誕生日にイベントあるのね、え、ねえ、そうなの、ありがとうね、ケロコちゃん、ありがとう。ちょっと待って、こっちも直させてー、剥がれないでよ、ピンク背景で配信がしたいんだよ、お願い、危ない、お願い、持ってほしい、ガムテープだからいけないのかな、ガムテープだからダメ、
しよ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 し、大丈夫でしょう。よし、ちょっと重さに耐えられないのかもしれないよいしょ、ごめんね、また裏側見せてしまった。ありがとうみんな、ありがとうね、たくさんねおめでとう言ってくれてありがとう。みんなからのポストとかおめでとうっていうコメントすごい嬉しかったしさ、うん、すごい嬉しかったよ。あとポスターもね見に行ったの、ママと一緒に。なんかクッキーが、ちょっと待って、そうポスターもねママと一緒にね見に行ったんですけど、渋谷と横浜と麻布十番ね、3つ3枚もね、めっちゃ嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい本当にありがとうね。あもうダメだ、もう剥がれちゃう、もういっか、これなくてもでもさ気になるよねこれ、こうしわる、ママなん助けて助けて、だってさこれアイロンかけてたらさあれだったんだけど、重さに当たられない。はい。モーランの川崎マヤガチャ止めた。え？全然大丈夫だよ会えただけでもねすごく嬉しいから、ありがとうね。そうポスターね見に行ったんですけど、3枚ともさ全部さデザイン違くて、しかも渋谷の方はよくあの109のあの地下のさ前あの宝子全員でポスターやらせていただいたあそこの通りだよね、そこにさ飾ってあってめっちゃ嬉しかった、ありがとう。横浜もねありがとうね、麻布十番もすごい嬉しかった、全部ねすぐ見つけられたよ見つけた時ね、あママいたよあったよって言って駆け足でね写真撮ったよ、ありがとうね。ね素敵なポスター、もうあのポスター私が何お家に飾っておきたいぐらい全部可愛くて嬉しい、デザインさ本当にいつも可愛いよね、ありがとうね、素敵な贈り物もしてくれてありがとう。多分明日までとかだよね全部ポスター、寂しい寂しい、ずっとさそこに飾っておいてほしいでみんなもさなんかポスター見に行ったよって言ってさポストしてくれたりね、ありがとう、いつもみんな見てるよ新宿の映像。あそう私も新宿の映像見に行った、2回見たよ、2回見に行ったのすごかった、めっちゃ感動したあすごい嬉しい、ありがとうね、ハートハートありがとう、まさきケーキありがとう、杉丸ケーキありがとう、きょうかちゃんケーキありがとう、ケイタンタコさんありがとう、タカミ、あタカミ今日あったよね、ケーキありがとう、ね待って剥がれちゃう剥がれちゃう助けて、あカーくん、ワン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 タワーありがとう、タートルタートルケーキありがとう、あナッパさんありがとう、プレゼントプレゼントありがとうね、今日一緒にいた友達が楽しかったって、え本当楽しんでいただけた、よかったありがとうね、誕生日当日にねみんなに会えるなんてめっちゃ嬉しかった、ありがとう。横浜のポスト見に行った、え見に行ったね、デザインめっちゃ可愛かったよね、しかもさ大きいよねポスター、だからあそこに置いてあったらさすごいあのいろんな方のさ目につくからさいいよね、広まれ広まれありがとう、あ全部取れちゃった、気になる背景、背景気になる、
あ、ありがとう。あ、マッチ。あ、結婚してこー。あ、結婚していっぱいある。ありがとうね。ありがとう、いっぱい送ってくれて。でも、結婚はパッチョ。パッチョパッチョ。ありがとう。気にならない？まあ、いっか。みんな、早く気にしないでね。私のこと見てね。撮影会行けてよかった。ありがとう。来てくれてありがとうね。プロス番組さんも応援してくれてありがとう。そう、メンバーからもみんなからも家族からもね、たくさんの人に応援してもらえて嬉しかったです。22歳はもう大人かわいいアイドルを目指すことと、あと21歳を超えていけるように頑張りたいと思います。あとはお仕事、個人のお仕事とかで可愛いお仕事をもっともっとできるように頑張りたいと思います。直接お祝いできてよかった。お誕生日レミちゃん、ありがとう。いっぱい取れて嬉しかったよ。ありがとう。拳での年が終わって、とっても、え、それな、確かに21歳拳であっという間に終わってしまった。早かったね。早いね。全然さ、なんか自分があのお誕生日迎える実感芽生えてなかったんだけど、みんなからたくさんお祝いしてもらって、自分22歳になったんだって、誕生日迎えたんだって実感湧いた。しかもさ、なんか毎日さ、可愛いイラストでさ、カウントダウン、お誕生日のカウントダウンとかもしてくれてありがとう。そう、保存してるよ、見てたよ、ありがとうね。動画もさ、すごい可愛くてさ。ありがとう。あ、大阪へ直接言わ、そうだね、大阪もね、ツーショット撮影会あるからね、ぜひ来てね、みんな待ってるね。そう、毎年可愛いお仕事を更新できているので、また更新できるように頑張ります。もっともっと高猫に貢献できるように頑張りたいと思います。にゃんにゃん祭だよ。だから今日ポーズとかもずっとにゃんにゃんしようって言って、にゃんにゃんかハートとかしてた。あと22っていうの作ったりとか。ポスター見ずに爆速来たく、え、ね、そうだよね、このために来てくれたんだもんね、ありがとうね。ももなちゃんのにゃんにゃん祭の活躍も楽しみにしてね、ありがとう。22歳の私もよろしくね、ありがとう。あとさ、みんな生誕グッズ見てくれたかな。みんな見た？10時にね、乗ってたんだけど、見てくれたかな。今日行けんかったので、どっかのリリーブでおすすめ、え、してして、来てね、待ってるからね。あ、見た？え、あのね、なんだっけ、 T シャツとアクスタとあとおリボンなんですけど、そう、 T シャツはね、デザインさ、これあんまりさ、ちょっと画質さ荒いからさ、あんまりわかんないよね。ちょっと待って、なんかね、めっちゃ可愛いんですよ、デザイン。そう、デザインね、こうなってるの、じゃんじゃんじゃん、こんな感じのイラスト。これ私とポニャンになってて、こういう感じ、私とポニャンのイラストで、で、あのね、この今着てるお洋服をね、着てるの私が。でポニャンもおリボンがついてて、リボンがついてて、尻尾にもね、なんかちょっと見えづらいんだけど、あ、なんかね、これじゃなくて、どれだっけ、どれがいいかな、どう、ちょっと待って、
え、可愛いよねイラスト。え、ずっとね T シャツ欲しいなって思ってたから嬉しい。 T シャツと見て、こうなってポニャンがねめっちゃ可愛いの。ほらこうなってるの、おリボンついてて、あとあのここおし、何、尻尾にもおリボン、ヒョウ柄の、私と同じ衣装の柄のついてるの。もう一緒じゃない？可愛いでしょ。で裏面のデザインが、裏面がね、あ、これもでもちょっとあれかな、わかりづらいかな、こうやってモモナ大好きクラブって書いてあるので、みんなわかったかな、気づいてくれた？そう、絶対この文字入れたいなと思ってて、モモナ大好きクラブって裏はちょっとロゴにしてみました。そう、あさってモモナに会えなくしてもかわいくて、嬉しい、なんちゃんありがとう。え、 T シャツ更新する、え、本当？そう、もうめっちゃこだわりが詰まってるから、あのぜひみんなゲットしてほしいな。生誕 T ずっと欲しかったから、本当、え、本当？嬉しい、ゲットして、としてね。え、本当はここに、ここの袖の部分に桃組桃部ってつけたかったんだけど、それはちょっといろいろあってやめて、前と後ろだけになりました。でめっちゃ可愛いでしょ、もうピンク、もうスピンク、スピンクのこだわりが詰まった T シャツにしました、モモポニャンティで、アクスタもなんかね、あれなの、アクスタのなんかそこ下の部分オリボンがいいですって言ってオリボンにしていただきました。でこれもあれかな、多分さ、あのあれだよね、きっとこれ、これここ穴開いてるからさ、キーホルダーとしても多分使えるよね、ボールチェーンとかがあれば。でこれもついてるから、これと一緒にボールチェーンで、あのキーホルダーとしても使えるし、あとこれも一緒に挿してあの飾っておくこともできるから、ぜひみんなこれをお迎えして、あのポデカケとかポデートとかずっとみんなのそばに置いてほしいなって思います。でこれもねゲットしてほしい。そう、こんな感じ、全身だとこんな感じになってる。そう、これもね、そうエクステなの、ピンクの部分気づいてた？エクステなんですよ。ピンクヒョウガのテス、え、可愛いよね。なんかそのキティちゃんのグッズでヒョウ柄のがあって、それ見てヒョウ柄めっちゃ可愛いなって思って、でちょうどいつもそういうこういうさ、お洋服買うときに買ってるブランドさんがあるんだけど、そこで見てたときにヒョウ柄のがあったから、え、これ着たいと思ってこれを選びました。そうで髪の毛もちょっと、その何、このお洋服を着てる女の子がちょっとピンクのエクステかわかんないけどピンク髪が入ってたから、私もちょっとそれを真似して髪の毛ピンクのエクステつけました。どうだったかなみんな。え、受注だから多分売り切れないと思う、だからねみんな絶対ゲットできるよ。着るよ、あんた洗いがやった、え、そんなに？そんなに嬉しい、ありがとね。うん、グッズのサイトの方、あ、本当？大きくなってて見た、よかったよかった。確かポニャンもじゃあ一緒の誕生日かな。そう、 T シャツはね XL とちょっと大きめになってます。で、ありがとう、みんなギフトいっぱい送ってくれてありがとうね。みおちゃん、みおちゃんたぶんありがとう、ありがとう、ありがとうね。スノーリー、スノーリー、スノーリーハピバありがとう、よき、ハピバありがとう。せっちゃん、あ、ケーキありがとう。タイソン、カモン、ありがとう。
ありがとうね、いっぱい送ってくれて。あのタワーのお礼は次の配信の時にちゃんと書いてお礼するので、みんなよかったら絶対X とインスタとかに告知するので通知とか取っていただけたら嬉しいです。リボンも可愛いし、モモナやっぱりピンク見えます。え、本当嬉しい、ありがとうね。あとね、なんだっけ、もう一個グッズがあって、おリボンなんだけど、そう、おリボンね、どうなんか、あ、ありがとう、ミラーボールだ。例えばもう何にするとかダメでしょうか。ありがとう、りゅうさん、ありがとう。あのね、リボンはなんだっけ、絶対 T シャツとアクスタは作りたいなと思ってたので、あと一個なんか自分のすーちゃんはさ、あの段ボール作ってたじゃん。で私もそういうなんかオリジナリティなの欲しいなと思って、タオル、自分のその実写のタオルとかも悩んだんだけど、でもちょっとオリジナルのが欲しいからおリボンにしましたピンクのおリボンです。なんかバレッタみたいななってて、でも女の子とかだったら髪の毛になんかポニーテールとか、あとハーフアップとかしてつけたら絶対可愛いと思うし、男の子は男の子もつけたらつけてほしいけど、ダメだったらバッグとかにつけるとか、あとなんだろうね、え、さすが、え、購入してくれる、え、これ全部ね、これ文字全部モモナモモナモモナって書いてあんのえ、本当は松本モモナにしようかなと思ったんだけど、自分の名前だけでいいかなと思って、モモナモモナ。え、多分大きさどうだろう、なんか実物見てないからね、わかんないけど、でも多分ちょっと大きめかもしれない。え、ライブとか、え、もちろんだよ。え、全然男の子も全然これつけてください、つけてほしいお揃いしよう、一緒に。そう、あとね、なんだろうね、バレただから、どうやってつけれるかな。だ、バッグとか頑張ればあれかな、お洋服とかにも、襟じゃない、おリボン、ここのおリボンとかに使えるかな。みんな使ってね使って、ありがとう。あ、どうだろう、エクスエルどれくらいかな、でもちょっと大きめかもしれない、オーバーサイズかもしれない。ありがとう、みんなね、おめでとうってありがとうね、いっぱい言ってくれて。生誕グッズ買って、アクスタム T シャツ、え、かわちいよね、ありがとう、嬉しい。あ、おリボン買ったの？え？ありがとう、こんにゃく、ありがとう。今日のモナスク、え、嬉しい、ありがとう、去年。バッグで、え、全然バッグとかにつけるでも OK だよ。そう、なんかつけやすい感じで一緒にお揃いしてくれたら嬉しいな。ぜひ現場とかにもう桃な装備で、この T シャツもね着てほしいな、絶対可愛いから着てほしい。みんなゲットしてね。え、全部、え、もうありがとう、すでにねゲットしてくれた方本当にありがとう。あとリボンはこれでおリボンの擬人化さんに変身しちゃうので変身できちゃうので、ぜひぜひぜひ。え、ペンライトにも、ペンライトでも多分つけれると思う。そう、つけれると思います。注文する、ありがとう。桃な装備でライブ行きます、ありがとう。今日もさ、私のグッズ、うちわとかさ、グッズ、ストラップとかアクスタとかさ持って
来てくれたりとか、あとももなお誕生日おめでとうっていうネームプレートとかさ、すごい写真がいっぱいあるなんかプレートとか持ってさ応援してくれたり、あとちびの絵とかさ持ってね、お祝いしてくれたりね、ありがとう、めっちゃ嬉しかったよもう全部そのままも欲しいぐらい、花束とかもねあった、あとなんか指輪とかそうだからめっちゃ嬉しかった、ありがとうね。だからこの生誕グッズもぜひゲットして、主な装備で現場に来てもらえたら嬉しいな。濡れ着アイテムって名前が、え、本当？そう、全部これ自分で考えたよ。この桃ポニャンティとか桃ニャクスタとかオリボンの擬人化の入り切りアイテムとか、そうぜひゲットしてね。本当に存在がオリボンすぎる、かわいい、嬉しい、ありがとう。ネクタイにアイテム、ネクタイにリボンつけて会いに、え、そう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 、え、ワイシャツとかに合わせたらさ良さそうじゃないかな。お、え、俺も憧れのオリボンに、え、オリボン一緒になら一緒になろうね。アクスタと T シャツ、あ、本当？嬉しい、ありがとう、ゲットしてくれて。じゃあとオリボンだね、オリボンもだねあ、ありがとう、キミさんありがとうね。あ、N4 たー、ありがとう、ありがとうわー、はちゅでー、ありがとう、キッキーありがとう。今日ね、お家帰ってきてからケーキ食べました。あとそのママに事前になんか夜ご飯何食べたいって聞かれてて、でママの手作りの春巻きが食べたいって言ったら春巻き作ってくれて、お家帰ってきて春巻き食べて、あとケーキ22っていうの刺して、ハッピーバースデートゥーユーって歌ってもらってお祝いしてもらったよ。え、何ケーキ、え、でもねチョコケーキが好きかもしれない、ホールだったらチョコケーキが好き、でもホールじゃない、なんていうの、なんか1個のやつだったら、うーん、1個だったらチーズケーキかモンブランかチョコが好き。え、おいしいよ、ママのね春巻きおいしいのケーキはね、生チョコみたいな感じのグラマシーニューヨークのねチョコケーキなんだけど、めっちゃおいしくて、去年もそこのケーキ食べたんだけど、みんなに食べてほしいお誕生日の時にぜひ食べてみてね。あ、しおちゃんありがとう、親子さん揃ってね、会えて嬉しかったよ、ありがとうね。え、待って、コナン君、え、いいじゃん、え、かわいいじゃん、ここに大きいリボンがついてかわいくないかわいいじゃん、いいじゃん赤ちゃんを変身させるよね、かわいい赤ちゃんね、絶対かわいいね、ありがとうオリボンの擬人化さん本体、え、本体、本体はパッチュですパッチュ、別に今申し込んできて、え、嬉しい、ありがとう、みんなもねありがとうね、ぜひゲットしてね。もうなんだけど私そう、春巻き作ってくれたんだよ、リクエストにね答えてくれてね。うん、チョコケーキ好き、え、わかる、私もチョコケーキが好きなの。え、グラマシーね、美味しいよね、映画のペガケーキねエリちゃん、エリちゃんのコップも今日ちょっといただきました、ちょっとだけあと日向湾のホップもちょっとだけいただきましたみんなもなんかそう、メンバーも会った時におめでとうって言ってくれて、そう12時にね LINE、 なんか誰だっけ、モーコちゃんとエリサがアラーム、その12時にアラームセットしてくれたみたいで12時にね送ってくれたの、愛だよね、嬉しい
初めての撮影会で緊張しちゃったけど、ももなに会えて、嬉しい、私も会えて嬉しかったよ、ありがとう。次の誕生日こそグラマシニュー、あ、ね、食べてみてほしい。なんだっけ、マカデミア、あ、なんだったっけ、さっきまでね調べてたんだけど、なんていうところだっけ、ないと、マカダミアチョコレート、これがめっちゃ美味しい、生チョコ。もう甘党の人とかだったらもう絶対好き甘いのめっちゃ好きな人とか、チョコが大好きな人だったら絶対好きなはず今日も可愛かった、生誕グッズ、ありがとう、ありがとうだよ。生誕グッズ春巻きだね春巻き、そう、美味しいんだよ。猫の、あ、確かにね、確かにペットの首輪とかにもワンちゃんね、なんか首輪のあれとくっつけてとかできそういろいろ使い道はあるから、全然さ、髪の毛につけるだけじゃなくてね、あのバッグとかにつけたりとか、いろいろ使い道あると思うから、みんなぜひお揃い一緒にしてほしいな。そう、もうめっちゃねこだわった、もうギリギリまでこだわった、なんか文字のなんか置き方とかあのフォントとか大きさとか色とか、そう、めっちゃねこだわったから、みんなにゲットしてほしいな。モーナに会いに行くとき、モーナのメイク意識して、嬉しい、ありがとうかわいい、ありがとうね。家族仲、そう、みんなね家族ね仲いいよ、いつもね家族と過ごしてるよ誕生日。着てるお洋服かわいい、かわいいでしょこれ。ちょっとあんまりさ上の部分しか見えてないんだけど、でもスカートとかね、ヒョウ柄になってるの、このピンクの、これと同じ色のヒョウ柄になってるんですよ。だからみんなぜひあのアクスタゲットしてもらったら全身ゲットできるから。どれぐらいだろう、でもね多分これよりも大きい気がする、結構これぐらい大きめのリボンだよ多分ねそれでめっちゃちっちゃかったらちょっとごめんね今日一日幸せすぎて久しぶりに会えて嬉しかった、ありがとう、改めてお誕生日、ありがとう、もう嬉しい、ありがとう、嬉しい、みんなにたくさん祝ってもらえて幸せだ嬉しいよ、ありがとうね、本当に優しいよね、これからも、こちらこそよろしくね。22歳も、あれ見たよ、あのなんだっけ、元くんとバユメのやつおめでとうしてくれた、完全に緊張せず通称取れるようになったから、本気、あ、本当、私もめっちゃ楽しめた、マジで今日ね楽しかったもん、ずっとあれだった、ぴょんぴょんしてた、テンションめっちゃ上がってた緊張してうまく話せなかったけど、今日の通称としてからとても、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、ぜひまたね参加してね、ありがとう。モーナの食べたチョコケーキ調べて、ね、美味しいからさ、ぜひね食べてみてねピンクの表現かわいいよね、そうなの、本当は猫耳つけようかとかも悩んだんだけど、オリボンにしました、オリボンに、あとティアラつけました、あと、あ、今ねこれも持ってるんだ、これちょっとつけてみようか、ハッピーバースデー、 あとねなんだっけ、あ、これもある、じゃーん、にゃんにゃん、22、これ22になってる、こっち、どっち、こっちか、こっちだこれも用意した、にゃんにゃん、にゃんにゃん祭、画面の前が宝だ、本当確かにすごいよね、ありがとう、いっぱいギフト送ってくれて、にゃんにゃん祭は大人かわいいを、大人かわいいアイドルを、あ、
違う違う、誰からも愛される大人可愛いアイドルになることを目指すことです。モナが可愛すぎてお仕事の疲れ、え、本当？お疲れ様だよみんな、お疲れ。美容日なのに偉いね。よいしょ。生誕グッズ全部買って届くの楽しみにして、ありがとう。なんかさ、受注だからさ、いつになるかね、わかんないけど、早くみんなの手元に渡ってほしいな。にゃんにゃん。そうそう、これからもずっとついていくね、ありがとうね。たくさんの人に、え、でも今日っていうか、まあ日頃だけど、でも今日は特にすごいさ、みんなにお祝いしてもらえて愛を感じました。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。寂しい、もう毎日さお誕生日だったらいいのに。うん、そう、ありがとうね。これからももう頑張るので、みんな22歳のモモナもよろしくね、絶対一緒にいてね。ヤンニャン年、あ、ほんと？お揃い？かわいい、お揃いだね、ヤンニャン年。今日前撮りしてきたよ、モナの写真とも写真、ほんと？絶対かわいいじゃん、ありがとう。みんなから愛されてるよ、大丈夫、嬉しい、ありがとう。もうみんなはね、当然ね、いっぱい好きでいてくれてるよね。11月頭は結構ね、あ、本当？お、いっぱい会えるね。まだまださ、みんなに会える予定いっぱいあるよね。明日もだって、明日さ、福岡から大阪だよ。すごいよね。で、その次大阪で撮影会がある。楽しみ。楽しみ楽しみ、早くニャンニャンだしね、まだまだ、え、まあお楽しんでね。あさって撮影会参加する、ありがとう。あ、効果待ってるね、ありがとうね。毎日お誕生日だったらいいのに、え、本当は毎年言ってる。だってさ嬉しいじゃんね、みんながこうやってさおめでとうってしてくれてさ、幸せだから。一生ずっと一緒にいますよ、ありがとう、ありがとうね。今日のためにさ、あの地方からね遠征してくれたり、海外からもね来てくれたりしてね、ありがとうね、嬉しいよみんなに会えて、ありがとう。しかもなんかさ、生誕グッズのなんか帽子、お帽子さかぶってる方いてさ、めっちゃ可愛かった。黒とピンクがあるんだっけ、そう、欲しい、私もお揃いしたい。かぶりたいかぶりたい、めっちゃ可愛い、あれデザイン、ここにワンポイントさマークあるのさ、めっちゃ可愛いよね。にゃんにゃん年、あ、そうなの、妹ちゃんいたんだ、一緒だ一緒。確かに、ま、去年も毎日お誕生日、あ、ほんと？ナポちゃんのあの、おめでとうしてくれてるの見たよ、ポスト。ありがとうね。あ、ケーキ、ありがとう。うん。なんだっけ。本当に毎日、え、ほんと？毎日私の誕生日だったら毎日、おめでとうって言ってくれる？いっぱい、さあ、お祝いしてくれる？そう、明日ね、ビジーなの、ビジーでも楽しみ。先に遅くで待ってる、ありがとう、待っててね、一緒に楽しもうね。うん、擬人化なりきりアイテム買ったので、あ、嬉しい、ぜひ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 身につけてほしい、一緒にお揃いしてほしい、すごくこだわったので。23歳ね、え、来年23歳、やばいね、大人だね。もうなんかさ、これもなんかずっと言ってる気がするんだけど、なんかその何、気持ちはまだ高校生だから。
すごい大人だね。年齢だけで考えたら大人だよね。でも全然、すごいありがとうね、豪華豪華、めっちゃいい、ありがとう。そう、気持ちはまだね高校生だからね、追いついて、ね、すごいね、そうそう、ありがとう。ありがとうね。あのビジョンのやつも見たよすごかった。しかもさ、あれなんだね、めっちゃさ長くさ映っててさ、すごい感動したよ。ありがとうね、素敵な贈り物もしてくれてありがとう。そのママなんと一緒にその今日イベント終わった後見に行ったんだけど、めっちゃねすごいねって言ってね感動してて、ありがとうね。シーくん、クマパルタワーありがとう、ありがとうね。いざ始まるケーキありがとう。ミクリン今日会えたね、ありがとうね。クマパルタワーありがとう。キミタンタコさんいっぱいありがとう。山崎さんありがとう。ケーキ電波少年タワーありがとう。エリックプレゼントありがとう。ひろきくまちゃんありがとう。モンテビケーキありがとう。ありがとうみんな。私は永遠の22歳名乗っていいって職場、あ本当じゃあ永遠の、わあ、でも永遠の20歳、永遠の20歳、いや18、永遠の20歳がいいな お誕生日また素敵なニャンニャン祭になりました。ありがとう、みんなのおかげでもう素敵なニャンニャン祭になったよ、本当にありがとうね。あサイサイトゥー、ありがとう、名札つけてたよね、ありがとうね。あ、来年はニャン三歳ニャン三歳ちょっと言いづらいね、難しい。来年はニャン三歳そう、気持ち的にはエリサと同級生ってことだよそう、なんかさずっと気持ちが高校生でさ止まってるからさ、すごい大人になったなって感じるありがとうね、ねゾウいっぱいありがとう、ありがとうタワー、ありがとう。今日もさいっぱいあのツーショット撮影会ねいっぱい撮れて嬉しかったよ、ありがとうね。載せてるのさ見たよ全部思い出ありがとう。めっちゃさあの動画すごかったよね、ありがとうね。なんかお写真撮ってる時とかに すごいってモーラちゃんって言うんだとか聞こえてきて、あ私ここにいる、ここにいるよとか思ってお写真撮ってた、ありがとう。で、そう気持ちはね高校生でも22歳でも23歳でも、本当ありがとうね。何歳になってもずっと可愛くいれるように、大人可愛いももなでいれるように頑張ります。まあ22歳もツインテールはします何歳までかな、でまだ22歳、まだ全然ツインテールするつもりです私は。大人も大人ね楽しいよね、楽しいよ、今すごく楽しいもんでにゃんにゃん祭の祭ってそう年だよ、年、そうにゃんにゃん年ってこと。待って、あのねなんか準備さ、この配信始まる前に準備してたんだけど、その時に思いっきりあの髪の毛をさ整えるストレートアイロン踏んじゃってこのさ下にねポンって置いてて、で髪の毛をさこうやってやってる時に立ちながらこうやってセットしてて、そしたら下にさアイロン置いてあること忘れて思いっきり踏んじゃって、
今めっちゃ痛い、やけどしてる、足の裏ヒリヒリしてるのずっと痛いよ痛いよ、大丈夫だよ、大丈夫だけどね、めっちゃ痛い。え、全然、え、封印しないよ、そう、まだまだ封印しないからね、封印するまで本当一緒に、じゃあツインテールし続けようね一生ツインテールするね。そう、うんと、じゃじゃんじゃんじゃじゃん、もうだってずっとだ、あの何、アーシャもさ、今回のアーシャもツインテールじゃん。でさ、あの高猫始まってからずっとアーシャさツインテールだけど、そう、このままずっとツインテールをしていきたいなって思っていますだから衣装とかを買ってもずっとね髪型はツインテールのままっていう、 それでもみんな好きでいてね、許してね、だってツインテールがさ一番好きな髪型なんだもんアイドルしてる時はツインテールが好きなの、アイドルっぽい髪型だし、そのライブとかでも、あ、ツインテールの子ってなんかさ、その見つけてもらいやすいなって思うし、そう、可愛いから、アイドルといったらちょっとツインテールだなって思って、これからもツインテールさせてくださいえ、冷やしてるよ、ずっとね保冷剤でなんか冷やしながらねやってるよ、ヒリヒリするモーナのツインテールがナンバーワン、嬉しい、ありがとう。今日もさ、女の子でさ、ヘアメイいて、すごいさ、あのオリボン、髪の毛オリボンついてたりとかさ、あとなんだっけ、セーラームツインしてたりとか、すごいね可愛い髪型でねヘアメイしてきてくれた子とかいてね、めっちゃ嬉しかった、ありがとうね。最近ツイン思うに、あ、ほんと？もうツインテールといえば松本桃奈ってね、そうトレードマークだから、そうそう思ってもらえるように浸透させます、世間にツイン、確かツインテールのレジェンドなるか、ツインテール界で一番になれるようにこれからもし続けます、宣言アーシャツインテール、そうなの、自分ツインテールが良くてずっとしてるの。でも今回のあのなんだっけ、黒の衣装のさ、新衣装パート2では今日さ載ってたじゃん、あの TikTok、 高猫の公式の TikTok 見てくださった方分かると思うんですけど、ちょっと黒のあの衣装の時はストレートのツインテールにしようかなって、いつもねちょっとウェーブ巻き巻いてるんだけど、ストレートのツインテールでいこうかなと思った。赤の衣装の時は巻くけど、ちょっとだけね巻きはちょっと変えてみたりしてるんですよ、あのなんだっけ、ちょっとこういう風、こういうさ、なんていうの、こういう風に巻いて、あ、こっちか、こっちに外巻きに巻いてみたりとか、あとウェーブ巻きしてたりとか、ウェーブもこの内側からこうウェーブにするか、毛先をね、毛先を内か外かとか変えたりしてるんですよ。あと高さもなんか最近、もう前まではなんかめっちゃ結構ね高い位置だったんだけど、最近ちょっとだけ今この位置ちょっと低めなんだけど、わかんない、みんなからしたら高めって思うかもだけど、あの初期に比べたらちょっと位置もちょっとだけ低めになったんですよ、ちょっと変わってるのチョココロネ、え、チョココロネみたいにさ巻くのも、え、可愛いよね、あれもね、だこういうさ可愛いお洋服だったらチョココロネ合うよね、これ絶対、こういう、今度巻いてみるねで巻き方だけでもさ変えるだけでさ印象変わるよね、
ヘアメしたいんだけど、ね、ありがとうね、めっちゃ可愛かった。あのさ髪型私もずっとやってみたいなと思ってて、髪の毛でおリボン作るやつさめっちゃ可愛い。ありがとうね本当に。あ、リーナちゃんの下見ツインめっちゃ可愛かったよ、ありがとう。今日ツーショット撮影がすごく、あ、ありがとうね来てくれて。最後のさなんか横断幕ね、ありがとうね。こうめっちゃさびっくりしたよ。最後のご挨拶の時に大きいさ横断幕あってね、びっくりした、すごい嬉しかったよ、ありがとう。あ、ちょっとアレンジして気づいてる。嬉しい、ちょっとだけね見てればね分かる、分かりますよ、長さもちょっとだけ違うしね。スーパーロングからちょっとだけね短くなった、衣装ごとにいろんなツインテール、え、嬉しい、優しいね、ありがとう。ありがとう。そう、実はね、でもあのスペメとか他の場所では違うモモナも見れるので。モモナちゃんヘアレンジ、え、本当？え、今日のねモーコちゃんのあのなんだっけ、今日は赤のアイムアイドルの赤の衣装と、あとアドレナリンゲームのあの MV 衣装だったんですけど、モーコちゃんの髪型がなんかここなんていうの、コーンローみたいなかっこいい感じの髪型なんですけど、 それを私が結びました。でモモナ、あの何、美容室開けるよって、お店開けるよってね言ってくれた。そう、モコちゃんの、モコちゃん自分でやってる時もあれば、私がこの編みたらしの髪型やってる時もあって、ヘアメとかねするのすごく、アレンジでねヘアアレンジするの好きなんですよ。そう、髪の毛でねリボン作れるの、でも私それやったことなくて、ずっとやってみたいなって思ってるの。めっちゃ可愛くない？絶対可愛いよね。幕位置とか、え、すごいすごい、よく気づいてるね。そう、ちょっとだけね変えてるんだよ。みんなでお誕生日おめでとう。え、ね、私もあれだった、なんだっけ、そう言ってもらえて、最後のね今日のツーショット撮影会の最後のご挨拶の時におめでとうって言ってもらえて、ちょっと泣きそうになっちゃったもん。でも私泣いちゃったら喋れなくなっちゃうから、そう、ちょっとグッと抑えて。でもすごい気持ちはね号泣だった、ありがとう本当に。細かいウェブの決意、え、本当嬉しい、ありがとう。お友達と会えて出たのすごい、嬉しい。そう、ヘアメイクさんできるんだよ。髪の毛のあの髪飾りとかもメンバーのつけてあげたりしてるし、そうできちゃいます。俺の髪を巻いてくれ、男の子の髪型はちょっと難しい。髪の毛をストレートでこう伸ばすのならできるかも。巻くは難しそう、セットさ難しそうだよね。シャンプーだけしてもらいたい。わし絶対あの美容室のいつもなんかもんだけど、シャンプーさしてもらうするときにさ、シャワーさ絶対自分にかかっちゃいそうな気がする。あれすごい難しそうやるの。自分がやったら絶対あのこうさ、こうやって持っててさ、こうさ、こうやってかかっちゃいそう、自分がやったら。上海の時エリちゃんにメイクしたって、え、そうなの、あの、え、今回ねその上海行った時2人部屋だったんですけど、いつもひめりと一緒なんだけど、今回エリちゃんと一緒で、そうで2日目の時、あれ2日目あのエリちゃんにメイクしたいって言って、エリちゃんのメイクしたいって言ってね、ちょっとだけねアイシャドウっていうか涙袋とか私があのメイクしたの。そう、可愛かった、エリちゃん癒し、もうずっと可愛すぎて、そう、可愛いねって
てすごい癒されてた。うん、明日はお仕事なので先にお休みするね。今日はありがとう、あ、びっくりした。今日はありがとう、素敵な皆さんにして、ありがとうリーナちゃん、ありがとうね、ありがとう、お休みだよ、ありがとうね。ママなんか間違えて電話かけてきてめっちゃびっくりした。あやみがた、え、そうなの、あのね、そのまだ返信できてないんだけど、さっきおめでとうって来てて、そう嬉しいよね。エイサちゃんおめでとう。本当？そう、今日もエイちゃんがあのお膝のところ来てくれて、そうよしよしよしでした。おた、え、今もさ配信してるのかな。え、嬉しい嬉しい、ありがとう。え、しかもさ、なんだっけ、あれポスト、私のポストにさ、アイライフさんの、そう、ノアちゃんがさおめでとうってコメントしてくれてさ、めっちゃ嬉しかった。そう嬉しい。 あとあれだ、インスタの方ではあかね先生がおめでとうってね、コメントしてくれてたの。あとみーたんとか、あとババババンブさんのるいちゃんとかね、コメントしてくれてね、嬉しい。今日も出たの、もうなん、もうなんかヘアメイクさんがやってくれるってよく言ってるからすごいな。え、本当？そう、そういうなんかアレンジとかね、自分でやるのも好きだし、人にやるのも好きだから、そう嬉しい。できて嬉しい。んと、ももなちゃんプロデュースの美容室作って、え、作りたい、やってみたい。でもなんか編み込みとかはさやったりするけど、なんか誰かにそのツインテールとかハーフチュインとかやったことないから難しそう。人のさ、本当に髪のなんかツインテールとかやるのめっちゃ難しそう。でもやってみたい。高猫誰かツインテールさせてくれないか。でも結構みんなさ器用だからさ、自分でできちゃうんだよね。あ、あるる、ありがとう、22チャイだよ。ありがとうね、頑張ってるかな、ありがとう。うん、ありがとう斉藤由紀、ありがとうね、嬉しい、ありがとうね、嬉しい、あゆみ、あゆみありがとう。嬉しい、同じ時間帯にやってたんだね。あ、みさきありがとうね、人生の節目です、永遠の憧れ、嬉しい、ありがとう。ありがとう。なんだ、え、やりたい、やってあげたい。オリボンポーズ、え、オリボンポーズかわいいよね、オリボンポーズ。んーと、少しの間だけどね、確かに同い年、そう、なんかさ、あ、表参道辺りに美容院出したらめっちゃ、え、ね、やりたい、なんか1日限定だけでさ、どこかの美容室さんでそういうあのさせてもらえたりしないかな。ないか。あ、か、なんか高猫のイベントとかであのアレンジみたいな、もうなんの、なん、なんか何人か限定でヘアアレンジみたいな、ないかな。え、ツインテールする、させてさせて、絶対似合うからさせて。え、これ、え、でもお団子系難しいよね。お団子系はなおちゃんがめっちゃうまい。私もお団子さ、あのピンとかさ止めたりするのさが難しくて時間かかっちゃうんだけど、なおちゃんは、なおちゃんもあれだよね、初期からずっとさお団子ヘアでさ、お団子がすごい好きらしいんだけど、めっちゃ似合ってるしさ、自分で
あんな綺麗にさできるのすごいなって思って。うんうん。さんと一緒で、ね、やりたい個別あ、確かに個別アレンジ会ないかな。やらないかな。直接おめでとう言いたかったモナちゃんが話したけ。ありがとうハサクちゃん。ありがとう嬉しい。ありがとうね。アレンジ受けたい。いつかじゃあもしそういうの開いたら来てね。待ってそろそろあれだよねお時間。そろそろじゃあ終わりにしようかな。時間あっという間だよね。ありがとうね。自分さ今日配信するときさ35分って書いたつもりだったんだけど45って書いてた。ごめんね。でもありがとうね。ありがとういっぱい送ってくれて。松本じゃありがとう。コルトさんありがとう送ってくれて。ありがとう松本じゃ。ケイありがとう。タワーありがとう。ごめんね。お礼は次回の配信で絶対するのでカキカキしてお礼するのでまた配信絶対見に来てね。ありがとうね。明日早いで寝ます。言われてよかった。こちらこそありがとう。本当にみんなありがとうね。そうなの、間違えてた。そういろいろ準備とかさしててで、あ、もうなんか配信するよってパスしなきゃと思って急いでやってたから時間間違えました。でずっとで35分か45分どっちにしようって思ってちょっと間違えちゃいましたね。あ、確かに次は松本真ちゃん誕生やってくれる ?365 日やってくれる。あと残り365日。ありがとう本当にみんなからのたくさんの愛をもらいました。とびっきりの愛受け取ったよ。ありがとうね。出会ってくれて見つけてくれて本当にありがとう。うん、そうよかった。嬉しい。こんなにもさたくさんの方にお祝いしてもらえてすごく幸せです。ありがとう。私もみんなからたくさん愛をもらったのでこれからいっぱい恩返しできるように絶対私がみんなのこと幸せにする約束。約束だよ。私のスーパーアイドルでは大好き。ありがとう。みんなの自慢のポシメで入れるようにこれからも頑張るから応援してね。ずっと一緒にいてね。約束だよ。絶対みんなのこと幸せにするからね。私が責任取るからね。みんなのこと幸せにする誓う。僕の自慢のヒロインです。嬉しい。ありがとう。ありがとうね。女の子ずっと応援してありがとう。当たり前だ。ありがとうね。幸せ幸せ。ありがとう。イケメンの約束でしょ。イケメンでしょ。ありがとう。明日ね、明日と明後日もイベントあるんですけど来るよって方一緒に楽しもうね。ありがとうね。プロス番組さん応援しててね。ありがとう。今日もね本当にありがとうだよ。しっかりそうずっと一緒にいるみんなと次のね。もちろんだよ。みんなの自慢のポシメンで入れるようにたくさん幸せと感謝を届けられるように頑張るからよろしくね。そう絶対にみんなと夢を叶えるんだ。みんなと一緒にずっと夢見ていきたいから夢を叶えたいからね。一生パ本当ね。ありがとう。ごめんねいっぱいさコメントねみんなのさ全員読めてないかもしれないけどごめんね。ありがとうね来てくれて本当に。
じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。あ、さあその前にちょっとだけこれでスクショタイム撮ってもらおうかな。やばい、ちょっと背景白見えてる気まずい気まずい。はい、じゃあちょっとどうしよう、これでいいか。みんなスクショしてね。はい、どうかなどうかな。あとニャンニャンもやっとこう。あ、待って、こっちで持って、はい、ニャンニャン、ありがとう。撮れたかな、みんなぜひスクショポストしてね。ありがとう、いつも本当にありがとうね、毎日ありがとう。いっぱいモモナのことつぶやいてねみんなのポストとか見て元気もらってるから、会えない時もいっぱいポストしてくれたら嬉しいな。見に行くからね。いっぱいスクショした、ありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとう載せてね、ありがとうね。じゃあランキングを読みたいと思います。じゃあまずは13位 SSH、 12位スカイ、11位ボン吉、10位ホホ、9位ケン、8位山崎さん、7位カズ、6位ライト、5位ペンスケ、4位W、 3位サム、2位ゾン松本そして第1位はハチュネー、はーい、ありがとう、ありがとうございます。ごめんね、みんながさたくさんねギフトとか送ってくれてたのに全員さ読めなくてごめんね。そう、後で後日またちゃんとお礼するので、また配信見に来てくださったら嬉しいです。絶対また来てね通知とか配信の告知するから絶対通知とか取っておいてね。ありがとうね、みんな、みんなのおかげで素敵な一日になりました。ありがとう、ありがとう。ももにゃんにゃんさえもよろしくお願いします。大好きクラブだよありがとう、生誕グッズも絶対ゲットしてね。ありがとうみんな。じゃあ最後はおやすきなさいで終わりたいと思います。あ、かくん、あ、明日会える、嬉しい。今日最初に撮りたかった通称でも最後会えて嬉しかった、ありがとうね。誕生日おめでとうございました、ありがとうございました、みんなありがとうね。じゃあせーの、おやすみなさーい、ありがとう、バイバーイ、ありがとうね。確かにニャンニャン祭初めてのおやすみなさいだあ、さ、なんだっけ、大好きクラブもだ、ありがとう、ありがとう。みんなゆっくり休んでね、またね、にゃんにゃんさんありがとう、ありがとうつらい、終わっちゃう、寂しいけど高野菜があるよね、みんなみんな高野菜もよろしくねおやすみなさい、バイバーイ、ありがとう、大好きクラブだよ、ありがとうね、バイバーイ。